まみもみもさやかです。黒の奇跡パート10になります。現在第1章やってるところですね。旧市街いろいろ回ったのでトゥードゥーリスト見てみよう。クエスト1個受けてて、で駅前通りに行きましょう。おしゃれだね。左下第7区なんですね。入り口に移動。はい、第7区イーディス駅前通り。うんうん。ベストン百貨店の装備。うーん、オーバルカフェ。はーい。あ、遊撃士協会寄ってみたいな。なるべく近づきたくないか。まあエレインちゃんもおるしねある意味うちと競合してるし、こっちはいろいろグレーだから。なるほど。そこまで嫌ではないけど行きたくはないかなっていうね。ね、リバーサイドで会ったあの方とお知り合いみたい。まあだからこそだろうね。はーい、じゃあぶらつきますか。駅前通り前回は暗かったんですよね。どっちから行こうかな。あ、この人はジョルダーノさん。なんかこう意味深に言うところがね、オーマイデスティニー。曲が明るくていいな。癖があるねモブに。今日もそこそこ人がいるな。うん。バンさんも人混みが苦手ですか？いや、むしろ好きだぜ。尾行を巻くのに使える。そういうとこな。メリーゼさん。どこもかしこもセクハラで難儀してるようですね。いや、なんかみんなさ、モブがすごい。あ、これか。チェックしてみよう。こいつは？ああ、わかった。はーい。ポール巡査長。お疲れ様です。いいな、なんかこのドキドキ感。そしてここかわいい。なんかモーションがマイナちゃん。大変だね。今日も頑張りますか。ほっとするわね。なんかほんとモブの種類がいっぱいおる。あ、ここオーバルカフェ。じゃ反対側がいいな。ここはスルーして。いや、人めっちゃおるこれほんとに一人一人話しかけるんだったら大変だけど、話しかけてみた身もあるよね。わあ、すごいな、都会感すごー。で、ここ、あ、遊撃事故で、誰かおる、誰かおる、4人ぐらいおるよ。こっちじゃありませんね。へえ、行きたいな。用がない限り近づかない方がいい。トークって書いてあるのに。話しかけられそうな人が左にここ2人おる。遊撃士の方かな。すごい盛んだね。あんまりこう人がたくさんいるの見る機会なかったから、なんかいいね。警
掲示板の前にいる人に話しかけられるんかなこれ。めっちゃ行きたい。私はどっちかっていうとギルド方面の人間ですね。ちょっと意味深な感じ。ごめんね、コントローラーの調子が悪くてさ、カメラがすごいグイグイしちゃって酔っちゃった方がいたらごめんね。コペイカちゃん、タイレル芸能があるんだ。ジュディスの表紙、ジュディスの表紙、あのオープニングに出てたあのモデルっぽい人かな。あー、なるほど、女優さんなんだ。ニナハ、あー、右に一人いたっけ、オープニングの時。会えるもんかね。一緒だ。誰に手振ってんの。おーい。なんか一人この辺話しかけられなかった。向こう側か。なんか結構ぐずってる子供多いね。子供はそういうもんかしら。クラッチ、バスもすごそうね。長距離バスも出てる。外国行きのバスもある。クロスベルにもね、共和国から来てるバスあったよね。それで例のばあさんが来てたりもしてたけど、キリカさんとかね。あとは時間が、ここは変わらないわね。地下遺跡はよ、入れるんだ。まあいいかな。おー、やばい、コントローラーやばい。じゃあ入ってみる、百貨店。ウェストン百貨店、動力中は使うお店がある。へえ。へえ。サンダーズ、サンダーズ、へえ。こういう風になんか座ってでもいい休憩所みたいなあるんだ。わあ、家族連れだ。細かー、ほんと。マルグリットさん、うー、ごめんね、コントローラー。デボラ主任、なるほどな。どれも自慢の一品よ。あ、クッキー高ー。しかし買います。ニガトマトクッキーがある。リベールさん、ニガトマトを使った何とも言えぬクッキー。甘党だったら別にそれはいいのかな。でもリベールの民なのでわし、懐かしいので買います。ニガトマトは売ってないんだね。またどうぞ。めっちゃ何か訴えてる。あ、トーク支配人さんかな。ウェスリー支配人さん、見えそうだよあなた、気をつけて。リーレンさん、リーレンさん、確かにそうよね。私カルバードってなんかもうちょっと東方風の人がいるんかと思ったけど、意外といないね、まだ。だから東方人街みたいなのがあるんだろうけど、まあそこは都会だからって言われなんかな、
いいですが。ね、なんか私もめっちゃ楽しいわ。漢方ですか。どれにいたしましょう。ね、やっぱりね、甘いもんばっかり見てるバン君が。甘いもんばっかり、なんて読むのこれ。なんか上新丹ではなさそうですよね。2000回くらい2400円か。てかセラスも1000円するんだ。そう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 、毒がないっちゅうことかな。腐食っていうこと。1個ぐらい買っとくか。風儀、風魔、この辺はおなじみ。炎症凍結、明暗が暗闇なのかな。恐怖。またお越しくださいませ。そっか、9月に入ったばっかりだからまだ暑いか。トーク、あら、おしゃれですね、あなた。ベッサン、確かにおしゃれだからやっぱそういうのにね敏感なんだね。ノイマンさん、ブティックジャルダン、あ、そうなんだ。ギフトアイテム、コネクトポイント、あー、なるほどね。はあ、まあ、とりあえず気になるものは買ってっかね。もう自分の独自のあれがありそうだもんね、ああいう人ってね。ようこそおいでくださいました。カートンチーフ、カートゥーンチーフ、誰にあげるの。夢にあげる。あ、カートゥーン風っていうことか、絵柄がね。ゆめちゃんにプレゼントね。こっちの方がちょっと値が張るけど、魔法回避、魔法回避なんだ。欲しいね。買いますか。お金あるもんね。待ってよ、大丈夫か。なんかよくさ、千の奇跡で特にいろんな種類のやつがあって、普通に買ったら後悔する時が多々あったから。ストレガーだ。大丈夫か、買って。最悪あのダウンロードコンテンツでいただいた高そうなアイテム売るわ。いや、まだ数値が可愛いですね。またのお越しをお待ちしております。ん、まだ上があるの。屋上、屋上かも。あー、いいね、こういうとこも。ショップ、麦茶、アップルジュース、バナナオレ、扉、鍵がかけられてる。改装中。間違えた、今気づいてしまったわし。オーブメントがある。動力機か。で、ここに入ってみる。女性だ。すごいなんか硬そうなところ。シルビーさん、ガンスミス、防
具が買えるやん。大丈夫ですか？大丈夫ですか、わし。武器か。改造っていうわけじゃなく買うっていうこと？うん。スタンキャリバー懐かしい。馴染みない武器？刃が入ってなくて制圧に特化してる分、所持携帯しやすい。裏技、そう、裏技、あ、裏技はコアのこと？開発元が気に食わない、そこよね。許可証は持ってるな。どうしよう、早速フラグ回収したわ。火炎鍛え上げられた鋼鉄製のブレード売ります。あ、そうだ、セピ使いがあった。セピ使い売ろう。あ、でカスタムユーマテがいるのかな。とりあえず買います。レザークリップ、ミラージュタービン。ああ、もともとあるやつだった、よかった。所持品を強化。ああ、なるほど、1回ぐらいやろうかな。次が 8？ いや、次はないんだ。プラス1回だけだ。やっとこ。こんなもんかな。またいいもん揃え。もう1回話しかける。オッケー。じゃあ百貨店はこんな感じかな。あれ、トークの色が変わってない。イベント入ったから。あ、違うこと話してる。これで大丈夫？あ、そうなんだ、へえ。あ、これ、わあ、分かった、やっと分かった。このトークの色が灰色になるのは知ってたんだけど、そこまで会話変わるんだね。オッケー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 、やっと気づいた。はい、百貨店でした。ちょっと待って、酔ってきた、この勝手にアングル変わるのが。次の日にやってるんですけれども、あのアップデートがありまして、あの今まで 30fps だったってこと？私ずっと60かと思ってたわ。そうなんだね、こっから60になりました。で、これだけのアップデートがありました。で、プロローグシーンの演出が強化されて、あ、開始直後のか。で、今これ 30fps ってことだよね。全然気にならなかったな。まあ世間はね、なんか 120fps とか言ってますからね。これでオプションのどうだ、これか。あ、もうすでに可変フレームになってる。っていう感じみたいです。で、そう、コントローラーをね、コントローラー買いました。今まで最初から入ってた白色だったんですけど、赤色にしてみた。やったぜ。やっぱ壊れてたんだな。まあ一応修理にも出そうかな、そのまま廃棄せずにね。まあ廃棄ってもね、もったいないから何かしらするけど。いや、やっとこれで酔わない。これ本当に入れない？こっちじゃありませんね。こっちじゃありませんね。本当に入れないんだ。はい。え、カメラ回らないのがこんなに快適なの？こんなに快適とは。で、オーバルカフェに行くっていう話よね。わ、すごい、ソニーストアみたい。イオタ、おお、 60fps か。ムービーだと感じるかな。なんかツタヤとかもなんかカフェが併設っていうか、そう、そういうのが都会では増えてるっていうね。わしゃ田舎なので分かりませんが。先見の明ね。はーい。え、ね、本当に
カメラうわザイファがたくさん、パソコンも置いてある。カメラが動かないってこんなに快適なんだね。ちょっと待ってね。こういうのどこから見ないとね。そう、なんか周辺機器ってさ、まあ、こういうのはいいけどさ、ケースあるじゃん、ケース。ケースね、iPhone 優遇しすぎなんですよ、日本。そんな私は、だから私はエクスペリアなんですけど、ソニー信者なんで。この辺りはノートパソコン。トーク、オリビア夫人。地元、オラシオン。トークは変わった。変わってない。いいね。わかったわかった。執事さん。へぇ。何でも学生時代からベンチャーで成功した若いの方が立ち上げられた。へぇ、そうなんだ。何について熱弁してんだろう。でもさ、家電製品って楽しいよね。え？どういうこと？事務所かなんかに続くのかな。洒落てんな。洒落てるぜ。この机の映り込みとかもすごいな。この人は客？チョップ、イルハンさん。オーバルストア、オーバルカフェ。僕、あ、この人のか。この人オーナーなんだ。へえ。へえ。趣味が高じてここまで大きくなるとかすごいね。あ、そうなんだ。詳しいね。へえ。そうなんだ。何がお好みかな。ミルクラテそんなに欲しいなら買ってあげるか。え、どうしようかな。なんかバンクに甘いな、わし。日頃こんなに買わない人間なんですけど、ちょっとバンクに甘いっす。私甘いものはまあ普通かな。外出られるの？出られる。いい感じね。すげー、すごーい。で、ここ戻れる。戻れた。トーク行こう。いいなぁ、来たーい、ここ。ケイさん。トリオンタワーの影響。ああ、はいはいはい。なんだなんだなんだ。レポート。記者系で、どうなんだろう。あ、でも記者系かな。なんか名札してるね。都市工学のレポート。へえ、大学の人ってこと。なるほど。いいなー。何喋ってんだろう。こっから上はいけない。事務系になるのかな。オフィス系とかね。はい、じゃあ1階に戻ります。あとでもうちょっと一人で自分で見とくわ。ショップ、アイラさん。いえいえ。今日は何にしますか。キャットストラップ。あー、可愛らしい猫ちゃん。ただの猫ちゃんでしょうか、本当に。あー、なるほど。まあそういうのはおいおいかな。カルロ店長話す。例のものが入荷した。アーツプラグイン。あ、待って待って、なんかプラグインって文字見たかも。アーツドライバーを使って、アーツを使ってる。アーツをセットできる空きがある。カスタムスロット。何の話してんの。大丈夫かな、私ついていけるかな。はい、カック。
あ、そうなんだ。ありがとう、バン君。パーツドライバーの改良。プラグイン。空きスロットに好きなアーツプラグイン。未開封スロット。全く意味がわからん。まず、プラグインセット、バン君。これ、バンクを選んだらこうなる。プラグイン。エネミースロット。エンプティースロットか。ここを開ける？あ、そうか、セットするのか。え？どういうこと？はめてどうすんの？ティアか。なるほど。どうしようかな。ファイアボルトにしようかな。え、ファイアボルトこんな範囲になったの？カスタマイザー。あ、ティア入れられない。あ、ティア持ってるからか。じゃあ、ん？これ何個も入れられるの？手持ちのアーツがこれだけあるってこと？もう全然分かってなくてごめん。スパークエッジにするわ。これでいいの？どこにはめたの？どこにはめたんだろうこれ。左の画像の大きい玉の右側かな。わかんないや。はい、はめました。これで好きなアーツが使える。一度手に入れればセット自体は無料。そうだね。ね、結局その財布はどうやって手に入れたんかね。アーツドライバーは買わなきゃいけない。ちょっと歴代プレイヤーもなかなかちゃんと見なきゃいけない感じのチュートリアルですね。ロットさん、ダニエルと連絡がついた。じゃあ、はい。推理小説か、じゃない、探偵小説か。ね、スプリガンのお仕事しっかり勉強していきましょう。話す。民生品、なるほど。持ち運びが容易な次世代通信端末として有望視されてる。まずザイファっていうのがかっこいいよね。メンテナンスはお任せを。ドライバーの購入、セレブレイト。空属性の基本アーツがセットされたドライバー。とりあえず書く。で、これ以上持つことはできない。プラグインの購入。へー、セラス空になってる。買おう。セラス空になったんだ。どうして？フォルテもいいな。なるほど。ちょっとお金がもあれなので、カスタムがこれで、プラグインはここじゃないとやってくれないっちゅうことかな。フォルテ入れよう。どうしようかな。スパークエッジ、セラスもいいね。まあ、セラスはまあ言うてアイテムで何とかなるからね。はい、ということで今のところこんな感じですね。はい、ちょっとよく本当によく分かってない。本当習うより慣れろって感じでやっていこうかなと思います。一回話してみて大丈夫そう。ほい、ということで、今日のところはここまでにしようと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。バイバイ、まったねー。